最近、韓国では私立幼稚園の会計不正事件が社会問題となり、私立幼稚園に対する非難が相次いでいる。共に民主党の朴楊守議員は先月11日、韓国全国17カ所の指導教育庁が2013から2017年の監査を実施した結果、全国1878カ所の私立幼稚園で5951件の不正が摘発されたと明らかにした。これに関して前月29日、教育部と全国指導教育庁を対象に国会教育委員会国政監査が実施され、これまで私立幼稚園長が公費でブランドバッグを購入したり、カラオケに行ったり、韓国幼稚園総連合会の会費を出したりしても、きちんと処罰されなかったと指摘された。そんな中、ある私立幼稚園の園長に注目が集まった。全羅北道にある私立幼稚園のキム・ヨイム園長は、これを使って明け方から仕事をしていると話しながら、質疑中に頭にヘッドライトを装着。政府が無理に法を適用し、私立幼稚園が不正として批判を受けている。私たちは本当に哀れだ。月給も供給できない園長が多いと指摘に対して訴えた。キム園長はまた、園長全員がルイ・ヴィトンではないと泣き叫び、その後退場した。キム園長をさらに有名にしたのは6万円相当のブランドシャツと全く同じコピー商品を着用していたことだ。コピー商品は彼女自身の主張ではあるが、公費でのブランド品購入が問題視されたことへの抵抗だった。今後、さらなる調査が進むものとみられ、その動向が注目される。